東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ、村田諒太選手、山中慎介選手の後輩である注目のホープ久保俊選手が今日初めての防衛戦に挑みます。解説は久保選手と同じ新生ジム所属、世界2階級制覇を達成されました長谷川穂積選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ長谷川さん、はい、久保選手が、まあ、チャンピオンになりました、はい。まあ、久保選手の凄さどういうところだと思いますか。非常にテクニックもあって、はい、心臓も強いということで、どんな相手でも自分のボクシングを貫くというところが、まあ、久保選手の強いところだと思います。なるほど。まあ、そして長谷川さんもですね、まあ、この OPBF そして防衛戦、それからまあ世界に旅立たれた、はい。まあ、この世界の可能性というのは久保選手どうでしょうか。東洋の防衛戦初めてということで、まあ、どんな試合をするかによって、世界への近さが見えてくると思うので、はい。まあ大差の判定勝ちまたは KO 勝ちをできれば、世界も近いかなと思います。そうですね。そして久保選手にはこの試合どうしても負けられない理由があります。70g これだけにしよう思ってるんで今日は、ほんまに。試合の4日前、久保は減量そして初めての防衛戦のプレッシャーと戦っていた。78ですね。まああと500ちょっとやと思います。まああとは我慢じゃないですか。久保俊、この名前を知る人はまだ少ないが、彼こそ日本ボクシング界の期待を集める逸材だ。その実力を見せつけたのは去年12月の東洋太平洋の王座決定戦。左を合わせ、右フックでなぎ倒し、最後は左のカウンターでノックアウト。ランキング4位の強敵を左の一撃で失神させた。ここまで9戦全勝 7KO のパーフェクトレコード。ロンドンオリンピック金メダリスト村田諒太、 WBC バンタム級チャンピオン山中慎介と同じボクシングの名門南京都高校出身。やっぱ僕はもう何割ようが左ストレートと思ってるんで、山中先輩みたいになれたらいいと思ってるんで。世界王座を10度防衛した山中慎介の代名詞、神の左。神の左にどこまで近づけられるかが、成長の鍵かなと思ってるんで。磨きをかける左。所属するジムの先輩長谷川穂積と同じ倒せるサウスポーだ。その長谷川を育てた山下会長は、長谷川の場合は本当にパンチの強さというよりかキレとタイミング、久保の場合はもうズシンと打ち込むパンチ、全く質は違う。破壊力が違いますね。重たい。毎日10キロのロードワークと練習で自らを追い込む。神の左に近づくため生活の全てをボクシングに捧げている。何もないですよ、ほんまに。ジムの寮に住む久保、チャンピオンの肩書きからは想像がつかない暮らしぶり。なんか勝利者賞でいつもテレビももらうんですけど、いつも誰かにあげてます。あったら一生見てしまうんで、それやったらない方がええなと思って、もうほんまにボクシングさえできてればいいと思ってるだけなんで、まあ、その気持ちは大事かなと自分では勝手に思ってます。世界につながる大切な防衛戦、今回は負けられない理由がもう一つ。まあちょっと、まあおばあちゃんですかね、3月の頭にちょっとまあおじいちゃんが亡くなってしまって、まあ、そっからちょっともう別人のように今ちょっともう変わっ
ってしまって、もう全然もう元気ないわ、もう細くなっていくわ。大学時代一度ボクシングを離れた。学校にも行かず親にも頼れない、そんな孤独だった時期、手を差し伸べてくれたのが祖母の美恵子さんだった。ずっとおばあちゃんのこの家でもう1ヶ月間もう人生で初めて寝たっきりやったんですよ。朝起きてご飯食べさせられて寝て、で昼また起こされてご飯食べて、ほんでまた夜まで寝て、ほんでもそれのもう1ヶ月繰り返しやったんで、黙って僕の決断を見守ってくれてたというか、どん底に落ちてる時に支えてくれはったんで、だから少しでも自分がそこでまた恩返しはしなあかんなっていう気持ちですかね。おばあちゃんのために戦うっていうのは、はい、面と向かって伝えたりとかっていうのは伝え、なんかまあ言いづらいですねまあけどいつも勝った後のことは考えてないんですけども、今回は勝ってその勝利者インタビューで今回おばあちゃんのためにやってきたっていうこと、ほんでおばあちゃん元気出してって言えたらいいかなっていうのだけちょっとイメージはしてますね。大切なおばあちゃんのために強い思いを胸に久保はリングに上がる。